絶対にドイツの方をいっぱい撮った方がいいと思う。さあ前回に引き続きまして写真家の谷清豊さん、そして酒井理恵さんに お越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ今回ご主人の谷清さんの作品を見ていきたいと、はいはい、思います。早速なんですが、はい、バンとどっかの滑走路ですかね。そうですね、はい、空港の滑走路で、ね、でもなんかいろんな人が自転車乗ってますけど。そうなんです。ここはあの、まあ、ベルリンなんですね。あで、あの、まあ、場所はそのベルリンにある空港の、まあ、跡地という形なんですが、あの、はい、テンペルホーフ空港といって、うん、まあ、あの昔のこう、まあ、ナチスの時代にですね、うん、整備をしたあのここが、まあ、その戦争中拠点となったドイツ軍の、うん、空港でして、はい、で今はあのもう使用はされてなくて、うん、朝の6時ぐらいから夜の10時ぐらいまでですかね、もう無料で開放してるんですね、空港の敷地自体を。で、まあ、滑走路は滑走路そのままの跡は残っていて、うん、まあ、少しあの飛行場のこうエントランスとかターミナルは少し建物自体はちゃんと残っていて、そこから歴史ツアーみたいなことをやってるんですが、はい、それ以外のこうフィールドはもう全部こう自由に、行き来するようになってまして、で自転車で行ったりとかこうなんだろう、もう観光地化されてるんですか。もう地元の人がこう、うん、あのよかっていうか余った時間にこう休憩するに来るような、うん、観光客が見に来るというよりはそうです、こう広い公園みたいな感じですね。はい、で使われてるんですね。そうですね、はい、お弁当持ってきたりとかあのピクニックみたいな形で。そうですね、どうしてドイツのベルリンに行こうっていうふうに今回は思ったんですか。ですね、まあ、実はその10年ぐらい前に、まあ、初めて行ったんです、はい、ちょうど2009年ですね、今19年、うん、10年前に、まあ、行ったんです。で、もともとそのドイツ語をですね、うん、あの中学2年ぐらいの時から勉強してまして、はい、写真を始める前からなんですね、はあ、で、まあ、ちょっとあるドイツ人と知り合うきっかけがありまして、はい、その方が僕と同い年なのにドイツ語も日本語も英語も喋れるんですよ。僕ら日本人って英語も喋らなければ日本語もまともにね喋れないような感じなんですけど。俺のこと言ってませんよ。言ってませんよ。みんなですみんな。で、あ、すごいなと。で、同じ年齢を生きてるはずなのに、うん、なんで外国の人っていうのはそうやって多言語をうまく習得できるのかと、うん、いうことで興味を抱いて、僕も何か今から一つ覚えれば、うん、何か役に立つのかなと思って、きっかけは本当にたまたま知り合ったのがドイツ人だったんで、うん、ドイツ語やってみようと、うん、いうのでずっとこう 今に至るまでなんですが、まあ、途中その大学もドイツ語を言語を専攻したという形で、それでまあ歴史とともに興味があったのが、やっぱこうベルリンってその子供の頃にこう壁が壊れるみたいなの、うん、ちょうど小学生だったんですけど、あの見てて行ってみたいなっていう願望が非常にあってですね、はい、それでまあどういうとこかと、まあ、先ほど酒井さんの話の時もあの橋口上司さんの話が、うん、山口さんが出ましたけど、うん、そういうのも見たりもして、あ、どんなとこなの、非常にこう興味のある場所だったということで選んだのが、まあ、ベルリンだったということなんですね。はい、竹内さんのさ、アシスタントなのに風景とか撮らないでこういうの撮っちゃうのね。そう、重いですね。で、そうでしょ？やっぱそういう、先輩ですね、うんうん、はい、あの純粋にやっぱ風景を撮ってらっしゃる方って本当一人か二人ぐらいかな、うん、福田健太郎さん、はいはいはい、うん、はもう本当に日本のこう、うん、森とか泉と、うん、あの水のある景色とかいうのをやっぱ撮ってらっしゃったりするのと、うん、あとまあ古市さんっていう方がまあ風景かなと思うんですけど、うん、ね、あのここにも清水くんね出てもらった、清水さんがもうドキュメンタリーの、うん、あのアプローチで、うん、モンゴルなんかずっと、うん、本当に20年以上行ってるっていうような感じですけど、うん、本当に風景、純風景撮ってる人ってほとんどいないですね。そうだよね、はい、いないですね、うん、うちなんか全部女の子撮ってるもんね。そう、他撮ればいいのにねって。いや、思うよ、他撮ればいいのにって。他撮ったら簡単なのに、やっぱ撮りたいものは全然違ったので、
うん、やっぱ上昇上がったら自分の好きなものに行くっていうのが、うん、まあ一つの、うん、それができるっていう楽しさもありますし、ね、一緒に行かないのドイツ奥さんあの何度かは一緒に、うん、あそうなんだ、あの行ったりは、うん、あのしてますね、はい、でベルリンの壁に、そうですね、ベルリンは10回目、はい、ですね、昨日帰ってきたんですけど、はい、ちょうど10回目になりましたね、はい、意外とあれなんだね、今2点見ただけでシンメトリーな絵を、あそうなんなんかシンプルに、ね、整体してこう撮るう、ね、結構きっちししてるっておかしいんですけど、うん、なんかさっき あの前見せてもらった新宿のね風景も、はい、なんか水平と水準がピチッと出てて、うん、あ男が撮ってる写真だなと思ったわけ、あ、うん、それはまあ、あの坂井さんとさ全く違う、だからあちゃんとしてるんだなとか思いながら見たら好きなんだね、そういうのがね、きちっとしてるのがね、そうです、どうしてもやっぱこういうの落とし込んじゃうと、うん、まあ、癖になっちゃってるのかもしれないんですけどね、あ、こうなってるんですね、そうですね、これ2つまあ壁があってで右が西で東が、あ、左がこっちが西ですね、こっちが西でこっちが東、東ですね、はい、こ川沿い、実はこれ川沿いなんですけども、うん、はい、これ非常に面白くて、こうインフラがですね、うん、まあ、10年前に行った時なんかも旧東ベルリンがと西がやっぱあの資本主義の国だと全然こう街の建物の様子が全く違うくてですね、うん、で、今回まあ10回目なんですけど、まだ3年ぶりぐらいだったんですね、昨日帰ってきた時、はい、うん、まだまだかなっていうところと、だいぶこう発展してきてるなっていうのが、壁が崩壊して約30年ぐらいになるんですけども、まだやっぱそれぐらいの差はある地域ですね、やっぱ東側のちょっとこうちょっとじとっとしたような雰囲気の方が、まあ、好きなんですけど、やっぱ人がでもあったかいですね、やっぱ人に飢えてんのかなと思ったりするんですけど、東は、うん、怖くないの、ここからちょっと行ったら非常に危険な地域も、まあ、あるんですけど、うん、そこはまあなんとかあのお店とか入ってもあの、まあ、人種的な問題でこう入んないでくれ、うん、みたいなこともあったりするんですけど、うん、まあ、それはちょっと得意とする言葉でなんとか、うん、まあ、ドイツ語喋れると言うと、うん、あ、なんだお前喋れるんだったらいいよって言って店に入れて飲ませてくれとか、そういうのもあったりするんで、それは未成年に見えるからじゃないの、あ、それもあります若く見えますよねそれもそれ、あ、でもなんかこれちょっと日本っぽいイメージが私は、あ、これですね、言われてみたらね、パッと見たら分からないです、そうだね、うん、何あの塔みたいな、タワーみたいな、うん、これもその東ベルリンの共産圏がまあ建てたテレビ塔なんですね、うん、東京タワーより少しだけ背が高いんですけど、え、そんな大きいんですか、340の割には有名じゃないんじゃない、まあ、マジ日本じゃ知らないかもしれない、ね、全然知られてないですね、東京タワーよりちょっと高いって半端ないよね、ちょっと高いですね、だから333より上です、ね、世界で5番とか10番に入る、10番あ、まあ、ね、テレビ塔だったらかなり高いですね、なんかしかもさ真ん中が球体みたいになってるんですね、行、ね、けるんですよ、まあ、エレベータービューって登ってでこう展望レストランみたいになってたりとか、まあ、あのなってて、これで、まあ、でも結構開発が進んでいる感じなんですか、れこれからって感じ、まあ、でもまだここに両側に建物がまあって、はい、こっち側要するに左側にはこう壁面、うん、夕日焼けてるところなんかも、うん、昔はなかったですね、うん、わ、またなんか全然、うん、はい、これはちょっとベルリンからまた離れた場所ですね、うん、すごい、え、これ何ですか、海でしょ、これは海ですね、これも全然あの太陽光逆完全に真逆光で撮ってはいるんですけども、何これ、ここはまあ、あの発電なんだよ、あ、この番号、あ、これはね、あ、これはあのドイツのこう海岸沿いに行くと、うん、これ2人掛けのこうタンデムチェアというかベンチなんですよ、あのアベックというか、はいはいはい、カップル用の、で、あのなんて管理所に行くと、はい、お金払って、で鍵をもらうと、うん、ここ手前が観音開きみたいになって、うん、そこで鍵開けと2人掛けでこう
観音開きってことは横が見えないってこと？横見えない、これやらしいねそれまあ、でもみんな正面向いてるような感じなんです脇が見えないってことでしょ脇は見えない、ね、そうそう、こう二人がけなんで正面から見なきゃみんなが見えない、あ見えないですよ横からこう見る、なんかよろしいね、お二人でそれ行かれたんですか、ボックスシートみたいな、いやこれはもう僕担当でこれはこれは去年の、6月ぐらいで、めっちゃアイデアだねだけどね、ですね、結構そのドイツのこう海沿いに行くと、これがどこにでも置いてあるんです、面白い、初めてだよ、うん、私も初めて知りました、ね、これも夕日が夕日スポットってことで、まあ、どこなの、なんてとこなのこれ、ここはですね、ビューズムとかいう、ちょっと本当に知られてない、ベルリンからどれくらい、だいぶ違いますね、ベルリンからだともう真逆になりますね、はい、だからデンマーク寄りの方になります、はい、ただシュレスビッチ・ホルシュタインっていう地方になるんですけども、北ドイツですね、はい、はい、ここはまた違う場所ですか、ここもね、いい写真じゃん、うん、同じような地域です、うん、これいいね、すごい、まあ、砂浜、めちゃめちゃ写真展とかやろうと思ってんの、うん、先に出してくれてんじゃないのいや、なんかいい写真ですねそんな気がするんだけどっていうもう出しちゃったからね、写真展で出せない、まあ、そんなこともないです、大丈夫でしょ、大丈夫でしょ、いや僕は結構好きな場所なんです、かわいい、いい写真、ね、ちょこちょこってやっぱこのだからなんていうんでしょう、そのうちの師匠ってその全然自然風景純風景だったので人工物とか人入れないっていうような感覚だったんですけど、まあそれでなくても、うんうん、まあ、風景とはまたちょっと違うんですけども、うんうん、そこの環境だとかっていうことにやっぱ人がいるっていう携わるっていうことで、うん、なんか見えてくるものがあるんじゃないかなと思って、わざとこういうのも入れて、撮ってますね。奥の方も風車とかもあったりして、うん、そうですね。風力発電が結構こうあって、あります。ここまあリゾートとか、うん、学校の集団でみんな来たりとかね、余暇で来たりしてる砂浜ですね。海がやっぱ少ない国なので、そうですね。そうですね。そうなんですね。はい、これはなんか元船乗りのじいさん、港町って感じだね、はい、なんかあれですか、日光浴とかするための椅子かな、日が出ると家先にこう自分の家からこうベンチみたいな出して座って、ね、おしゃべりがまあ好きな人たちなので、ね、ドイツ人って結構スナップで人を撮るっていうことが難しい国だと思うんだよ、だからまあじゃあコミュニケーションが取れてるからこそ、ね、そういう能力があるんだろうね、きっと非常に閉鎖的ですので、ね、かなり飛び込まないといけないので、もう本当にきっかけは、まあ、これたまたま道行く人ですけど、地元の人しか行かないであろうバーにわざと入るんですね、観光客が絶対行かないところ、そこに行って一人か二人こう口火を切れるような愉快なおじさんとかおばさんに出会うと、そっからこいつ面白いやつだっていう話になってきて、そこの中でこう人を取れるたりっていうのがちょこちょこっていう感じなんですね、あのカメラマンっていうか写真家って世界中にこういう旅をして撮る人たちがいっぱいいるじゃないですか、はいはい、前回前々回だっけ、うん、岡島さんみたいにこう一人で海をねこう撮って歩く人もいるし、まあ、たくさんの人たちがいるんだけど、はい、やっぱこう人を入れていくとなるとやっぱりコミュニケーション能力とか、はい、やっぱその厳しさっていうか、うん、だってアメリカなんか警官撮っただけでカメラ壊されちゃうもんね、はあ、本当それぐらいやっぱり許可なしっていうか、撮っちゃダメよっていう基本はね、だ子供の顔なんかとんでもない話だからね、そこはだけどキャラクターなんだな、まあ、言葉ができるってこととね、はい、うん、これも撮らせてくれっていいよっていう、いい写真だよ本当に、さあそれでは続いてガラッと変わりまして、はい、こちらは日本ですね、これ日本ですね、はい、なんだろう、旗織りとか、旗織りですね、はい、食器です、あの西陣織のですね、京都 の、うん、あの旗織りの工房にですね、今年ちょっと行くことがありまして、はい、ちょっと撮らせてくれないかということで、うん、まあ、さっきはドイツ の、 写真だったんですけど、うん、それはやっぱ住めばですねずっと撮れるしっていうことがやっぱあるんですけども、
まあ身近で撮れるもの、うん、まあ東京にいるから東京のものを撮るんですけど、やっぱ日本でも行ってない撮りたいものたくさんある中で、はい、こうちょっと古くからのこういうものっていうのを非常に興味があってですね、ちょっと今年初めて行ってみて、こういう職人撮るとかって今までやったことなかったんですけど、自分の作品撮る中で、うん、どういうふうにしてものができてっていうのって、まあたくさんそういうアプローチで撮っていらっしゃる方いるんですけど、はい、まあちょっと行ってみようかなということで、ちょっとつてがあったもんで、うん、西陣織の工房に入って、この糸が非常にこう綺麗に光が反射しててですね、これがこの作業をしていらっしゃる83歳っておっしゃってましたがね、綺麗一人でこうやってらっしゃるんですけども、もともと学生時代もスナップがお好きだったのに、こう風景写真家の竹内さんのところにこう、はい、門を叩いたのはどうしてなんですか？それがですね、はい、僕、まあ、その写真とカメラも好きなんですね。写真と、まあ、カメラが好きって、はい、京都に中古カメラ屋さんがあったんですよ。ああで、アルバイト先がそこでアルバイトしまして、古いカメラをこうクラシカメラを売る店員さんだったんですね、うん、アルバイトで。そうちの師匠も実はこう古いカメラ好きで、はい、京都にこうなんか写真の審査かなんかでいらっしゃった時に、はあ、うちの師匠はその行った地方のカメラ屋を回るのがこう常だったので、僕がアルバイトしてた先にいらっしゃったんですそれでもうその時大学4年で就職がまあ決まってなかったんですよ、うん、で写真関係のなんか仕事をしたいなと思いつつも、要するにもう9月だった、大学4年生のこう9月だったんで、うん、来年3月卒業だと。でたまたまあこう雑誌で見ても有名なカメラマンだなと思って、で本当にそんな感覚だったんですね。写真が好きだったから雑誌を見てたの？あ、もちろんそうなんです。朝カメとかね、キャパとか、うん、日本カメラとかいろいろこう、うん、今回る雑誌をずっとそういうのは見てたりしてたんですけど、うん、まあ、本当はこの物撮りとか、あとこうコマーシャルとかも本当はやりたかったんですけど、うん、そういう出会いもなく、うん、でどういう術も分かんなかったんですよね。その専門学校とかも行ってないし、はい、普通のドイツ語の学生だったんで、そしたらたまたま本当に偶然出会いまして、お店にカメラを買いに来たんですよね。それでそこ話してるうちに、ちょっと来年たまたま一人空きが出るんで、アシスタントとして毎年一人しか撮らないんですけど、ちょうど二人来年撮んなきゃいけないって言って、一人決まってるけど、もう一人で君来ないかってその時に名刺いただいて、先生軽いねそれで そうなんです。で卒業してからで、いいですかって言ったら、もちろん大学はちゃんと卒業しないって言ってくださったんで、うん、これがこう出来上がった完成品ですね。金糸と銀糸をこうで言い混じって、さっきのおじさんが一人でこれ作るのかと思いながら撮ると、 そのポンとこれだけを撮ってまた違うんですけど、うん、 そうですね、その工程見てると、そのものの一つのものを作ることの大切さっていうか、うん、携わる人の労力っていうことがよくわかるので、うん、それはまあこういうも伝統工芸だけじゃなくて、どんなものもそうかなと思って、写真もそうかなと思いつつ、うん、はいはい、ちょっと撮ってみたものですね、うん、はい。酒井さんは普段日常の中で、はい、種清さんの記録をしていらっしゃるんですか？日常はほとんど撮らないですか？ないんですけれども、一緒に撮影に行くときは撮影している姿を撮ったりとかっていうのは、別に撮ってほしいって言われたわけではない、頼まれてはいないんですけれども、うん、はい、たまに、あ、でも、はい、しています。いいですね。山岸さんも撮ってるんですか？何を？奥様を。撮るわけないじゃん撮られますか？毎日俺写真撮ってるからさ、うん、毎日何かしら写真撮ってるから普通の人と違うんだよね、うん、今の普通の人って、まあ、1週間に1遍ぐらいでしょ写真撮るって、うん、スナップってカメラをこう肩に背負って街を歩いてシャッターを押せば毎日撮ることあるか分かんないけど、うん、僕らみたいにね毎日作っていかなきゃいけない仕事だから、だからさっきね、あ、いいこと言うなって思ったんだけど、うん、今の子は一番の趣味うまいんだよ。
徹底して撮れるから、うん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 、だからそれも一つね。それとそこにいればやっぱその人にかなわないわけよ、うん、北海道の何々ところに、ねうんうん、いればそれは絶対うまいわけだけども、テーマ出されたりいざこういうの撮ってったら全然撮れないから、うん、だからそこが違う。だから俺はやっぱりプロの写真家とアマチュアの写真家の違いってそこにあると思うから、うん、頼まれた時にさあどう撮るんだっていう、うん、だからこれちょっと年あなたの先生と同じ年だから、あなたはドイツの頑張り本当に、うん、それは多分そのさっき言ったけど子供の頃ね、うん、ドイツ語っていうのを写真を撮るとか撮らないんじゃなくて覚えて、うん、そこで興味があって、うん、で行ったところが、まあ、何回も行ってるにしたってまだ10回じゃないですか、うん、でそれはあの10回行ってドイツに行くって大変なんだけど、はい、やっぱ他の人はそこまで行ってる人なかなかいないから、うん、だけど行ったところは作ってないから、うん、でシャッターこうやって押せる時って偶然こうやっているわけだよね、うん、だからそこはやっぱり、うんうん、絶対にドイツの方をいっぱい撮った方がいいと思う、うん、さっき の、うん、あの西陣織とか例えばね何かっていうのは、はい、たくさんの人が撮ってるって言ったけど、うん、だけどあれをまとめていくには10年ぐらいかかるよ。そうなんですね、それで、もっとそれに特化して撮ってる人いるし、だからさっきの絵をこれから続けてね、うん、織機の写真を見ても感動しないんだよね、うん、こっちの方がやっぱりはるかに感動するんだよ、うん、見たことない風景だし、うん、あこれドイツって言わなきゃさ分かんないし、まあそうだからあなたの説明が大切なんだよやっぱり、うん、写真ってやっぱある程度 見てすぐ分かるものと見て分からないものってあるじゃない、うん、その説明ができる楽しさって、うんうん、聞いてて楽しいもん。そうですね、うん、西陣織聞いてて、あそうなんですよねだから僕はドイツの写真をとことん撮って、うん、やっぱりその僕も外国行ってやっぱり知らない国で写真を撮ろうと思って、うん、本当に勇気いるんだよ、うん、まずは怒られるんじゃないかとか、うん、怖いです、ね、怖いからやっぱり向けられないのよ、うん、だけどあのね大きな人をやっぱりこう向けて写真撮れる、うん、そういうもう度量があるんだから結構怖いですけど、ね、俺なんかいつも台湾に行って拝んでるとこね撮るじゃん、うん、で近いお前撮っとこい前から俺後ろから撮るからそういうもんだからやっぱり、ね、それができる人はやった方がいいよ、うん、絶対に。いや非常にいいアドバイスを言葉が通じるとこってやらせてもできちゃうからまあ確かにそれはそうですね。いや本当本当だからそこはやっぱり、うん、いや楽しかったから俺。ああありがとうございます、うん、見ててあ初めて君の写真っていうか見せてもらってね、まあ、ほとんどね。だからそうですね、あドイツいいなってね、うん、で一つの世界観持ってて、はい、でこのなんか気持ちいいさ、うん、こうね傾いてない写真をずっと見せてもらうとすごいやっぱり、うん、おちゃんとしてるなって思うし、うんうん、こっちは色が悪いけどこっちで見てたらすごい綺麗だからそうなんですよね、うんうん、これもやっぱ写真展で見ていただければですね、うん、あだからそれはぜひねできれば、うん、できたら日本のやつ混ぜないであもちろんそれはもちろんドイツだけでうん、種木雄さんから見た山岸信とはかっこいいですね。褒められちゃったよ。褒めないバージョンってあるんですか。かっこいいって、いやあ非常にありがたいです。本当にひょんなきっかけでお会いしたんですけども、本当にこうよくお話とかもさせていただく機会もあってですね、本当にお仕事とかあの顔瞬間のね顔シリーズも何度も、まあ、拝見させていただいてるんですけど、とあと美瑛のあのアンバーですかね、あの馬の写真とか、こういろんなこうものに対してもこう力強いアプローチでやってらっしゃるっていう、そのパワフルさのこう秘訣をちょっとでももらえたいなみたいな。だけどドイツ行ったらやってね、もう正面から撮れないめっちゃ怖いですけどね。わかるよ、だから俺わかるからすごいなと思ってるわけ。どっちかっていうと小心者なのでいや写真撮る人ってみんなそうなんだよ。だから楽な方に行くから、うん、だから楽な方に行くのは楽だから。まあ確かにそうかもしれない、うん、でもこう踏み込んでっていうところまで、うん、そうだよね、僕しか行かない行ってないだろうという、私撮れないですよね、そういうのも、うん、だからとてもなんかね、そっちは特化した方が、うん、だからさっきのシンメトリーのね、うん、空港の写真なんかね、うん、あの見てて、うん、これが西と東に分かれるのかなとか思ったりさ、うん、いろいろするわけだよね、はい、これとかね、あ、これ、あ、これ、そうそう、うん、だからその暗さは全く残ってないんだけど、
その時代のね、だけどすごくなんかそういうものもちゃんとさ、なんかこの一枚に入ってるっていうのはね、伝えようとしてるのが、あの西条に、うん、あのけなしてるわけじゃないよ伝わらないっていうか難しいよね、難しい、伝えるには1回そうそうそう、1回10、20分しか行ってないよね、あれもそうそうそう、全然こういうのわかるじゃん、うん、だからそれは見てわかるから、だからやっぱり、やっぱりこれは素晴らしいよね、写真展やってくださいよ、ありがとう、本当に ね、どこかでできることを、うん、あの皆さんにご報告できるように頑張りたいと思いますので、うん、キャパも来てるし今日、はいねえよろしくお願いします、よろしくお願いします、本当に楽しいお話は尽きないんですが、もう時間となってしまいました。今月は写真家の種清豊さん、そして酒井理恵さんをお迎えいたしました。また何か展示会などありましたら、はいはい、ぜひぜひお知らせください、はい、ありがとうございました。山岸真世界の光の中でサポーテッドバイオリンパス、また次回も楽しみにしててください。ありがとうございましたI'm not afraid to die.